第6世代目となった BMW のフラッグシップモデル7シリーズ。今回は BMW 7シリーズセダン 740i M スポーツのご紹介です。長さ5110mm、 幅 1900mm、 高さ1480mm、 外装は存在感を強調したキドニーグリルとヘッドライトの輪郭がワイドなスタンスを際立たせ、サイドビューでも目を見張るようなディテールが印象的です。 LED を採用した BMW レーザーライト、ハイビーム時には通常の LED の2倍となる最長 600m を照射、夜間におけるドライビングの快適性を一層向上させます。リアコンビネーションランプにも LED を採用、周囲に自社の存在をしっかりと知らせます。リモートコントロールキーの操作で離れた場所から全ドアの解錠・施錠が行えます。キーを携帯した状態であればドアハンドルを握って解錠、ドアハンドルのセンサー部分に触れて施錠ができます。テールゲートもキーのリモコン操作で自動的に開け閉めすることが可能です。またテールゲートに2種類のスイッチを装着、左側を押すと自動で閉まり、右側を押すと自動で施錠操作まで行います。それでは内装を見ていきましょう。内装は全体的にレザーを多く使い、アクセントに木目調のパネルやハイグロスを使うなど高級感を感じられる空間となっています。またドアトリムからインパネにはブルーの電飾を配置し、先進的な雰囲気を演出します。シートは電動で調節が可能、指先一つでヘッドレストや背もたれの上部まで細かい調節が簡単に行えます。またドアトリムにシートポジションのメモリー機能のスイッチが備わっています。エンジンスイッチは中央のエアコン吹き出し口の右側にあります。キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動、合わせてメーター類も起動します。ステアリング左側にクルーズコントロールシステムとリミッタースイッチを配置、右側にはオーディオや音声機能のスイッチがあります。ステアリングの裏側にパドルシフトを装着、マニュアルモードの時に手動で変速操作ができます。ステアリングの左奥には方向指示器やハイビーム、ロービームの切り替えを操作するレバー、その反対側にワイパーレバーがあります。ステアリング位置の調整は方向指示器レバー下の短いレバーで操作できます。運転席正面のガラスにスピードメーターやオーディオ設定などの情報を表示できます。ナビゲーションの画面で位置や明るさの調整が可能です。運転席右側にライトスイッチを配置、中央のダイヤルでヘッドライトの点灯、左のスイッチは前後のフォグランプが点灯します。右にはメーター類の明るさを調節するダイヤルと
パーキングライトのスイッチがあります。エンジンスタートストップスイッチの下にはアイドリングストップ機能をオフにするスイッチ、 10.2 インチのタッチパネルで操作できるナビゲーションシステム、複数の機能を表示するのに適した横長のディスプレイを採用しています。センターコンソールに設置されたコントローラーでもスムーズに操作できます。エアコンは左右別で温度を調節可能、手動で風量を調整したりオート運転の設定もできます。センターコンソール中央にはセレクターレバーを配置、 D ポジションから左に入れるとスポーツモードに、続けて上下に動かすとマニュアルモードとなります。レバー先端についたスイッチで P ポジションに切り替えられます。セレクターレバーを R に入れるとナビの画面が車両後方の映像に切り替わります。車両周辺の障害物を検知して知らせる機能やガイドラインも合わせて表示され、安全な操作をサポートします。スリップなどを察知したとき走行安定性を確保するダイナミックスタビリティコントロールをオフにするスイッチ、オフにすると表示灯が点灯します。好みや状況に合わせて4つのモードからドライブモードを選択可能、選択したモードはディスプレイ画面で確認できます。駐車をサポートしてくれる機能のスイッチ、ナビゲーションの画面をカメラの映像に切り替えるスイッチ、パーキングブレーキはボタンで操作します。ボタンを引き起こすとパーキングブレーキがかかります。オートマチックホールドをオンにするとメーター右側に表示灯が点灯、一度ブレーキペダルを踏んで停車するとペダルから足を離してもブレーキが保持されます。大きめなルームミラーの裏側には ETC を装備しています。リーディングライトは左右のスイッチでそれぞれのライトを点灯します。中央のスイッチを押すとフロント用のルームライトとして室内を明るく照らせます。そばにサンルーフの開け閉めできるスイッチがあります。チルトアップも可能です。両側のサンバイザーにバニティミラーとチケットホルダーを装着、照明がついており暗い時間帯でも利用できます。フロントのドアトリムはインパネから続くデザイン、下部にはトランクスイッチと小物を収納できるスペースが用意されています。センターコンソール前方のシャッターを開けると収納ボックスとカップホルダーがあります。中に 12V ソケットや USB 端子を装着しており、スマートフォンの充電に便利です。アームレストに使えるセンターコンソールボックス、中は照明付きの深底のボックスになっており 12V ソケットと USB ソケットを内蔵しています。助手席正面には照明付きのグローブボックスを用意、中はシンプルな箱型になっておりファブリック処理が施されています。リアドアのトリムはフロントと同じデザイン、
灰皿と下部には収納スペースが用意されています。フロントシートの裏側に雑誌などの収納に便利なポケットがあります。後席用エアコンを中央に設置、温度やオート運転、シートヒーターの設定ができ、快適な空間を保てます。その下には収納スペース 12V ソケットがあります。後席中央に収納式のアームレストを装着。リットを開けると小物を入れられるスペースとなっています。また先端にはワンプッシュで開くカップホルダーがあります。奥行きのある515リットルの容量を持つトランクルームは前面にファブリック処理が施され、荷物に傷がつくのを防ぎます。またトランクの右側には小物を入れられるポケットが用意されています。安全装備や運転支援の機能が充実し、乗り心地とその上質さも高い1台。以上 BMW 7シリーズセダン 740i M スポーツをご紹介しました。